SBS ラジオキャプテン翼特別番組大空に羽ばたけサッカー王国静岡の挑戦状2021。さあ皆さん、このコーナーはサッカーの中でも最も特殊なポジション、ゴールキーパーにスポットを当ててお話を伺っていきます。改めまして今日のメンバーをご紹介します。キャプテン翼の作者高橋陽一先生、お願いします。はい、お願いします。そして元サッカー日本代表武田信弘さん、お願いします。お笑いコンビペナルティのヒデさん、どうぞよろしく、よろしくどうぞ。そして私紀藤理恵がお送りしています。はい、さあそしてですね、ここからのお時間はスペシャルゲストにご登場いただきますよ。清水エスパルスのキャプテン、そして日本代表の守護神権田修一選手です。リモートで今日はつながっています。よろしくお願いします。権田選手だ。こんにちは、清水エスパルスの権田です。よろしくお願いします。お願いします。さあ今回は権田選手が発起人を務め、日本のプロゴールキーパーが一丸になってゴールキーパーの普及を目指すプロジェクト、ワンゴールキーパーとのタイアップという形でこの企画実現しております。めちゃくちゃいいこの企画は。ねえ、あの参加されている方がかなり数もいらっしゃると伺いました。一応選手会の J リーグの選手会の方と連動してやっていて、今大体150人ぐらい参加してくれてます。すごいですね。ほぼ、いやだからそれだけ重要だということにね、うん、やはりもっともっと気づいていただかなきゃっていうことなんですよ。うん、キーパーというポジションがね。え、あの武田さん、の高橋先生、このような、まあ、選手が率先をしてこう、まあ、ゴールキーパーとサッカーを盛り上げていく活動というのはどのようにご覧になってますか。はい、大変素晴らしいことだと思います。だから日本代表の選手がだよ、直接教えるっていうことはどんだけこう子供たちが影響あるかっていうのはもうみんななりたくなっちゃうんじゃないのかな。いや、それこそさんまさんが漫才を教えるようなもんでしょう。いやでもまあすごいよ、すごいよ、ね、あの権田選手、すいません、あの要潤、はい、あ違いました、あのペナルティヒデですけども。何を訓練ですか、ヒデさん。あ、すいません、あのまあ、海外でもご自身プレーなさってたわけじゃないですか。はい、その権田選手から見てゴールキーパーというポジション、これ、うん、日本とまあ海外、この人気の差や、どこにこうフューチャーされてるとか、何かこう違いのようなもの、あと まだまだ追いついていないなという点がありましたらお答えいただきたいんですけども。僕は今まで、オーストリアとあとポルトガルでプレーした経験があるんですけども、はい、あのまずオーストリアっていうのは、まあ、ドイツの、まあ、隣の国で、ゴールキーパーの人気が高い国でした、とても。これはやっぱりそのドイツっていう国自体がやっぱゴールキーパー大国と呼ばれているような国で、やっぱまあ歴代も本当素晴らしいゴールキーパーをたくさん輩出していて、で僕がいた頃は2016年だったんですけど、それこそノイア選手が、はい、まあ、今もそうですけど現役であのドイツ代表でやっていて、あの僕がいたエスパーホルンっていうオーストリアの小さいクラブなんですけど、そこのサッカースクールとかに行くと、あの日本だとまずない光景で、ゴールキーパー希望の子供がの方が多い。武田さん、ここです。我々子供の頃、まあ、こう言ってはなんですけども、やっぱりキーパーはフォワードとかができなかった子が回されてたりしてましたよね。うん、そうですね、僕たち、はい、まずみんな10番とかね、そうフォワード華やかなね、それが権田選手、そのキーパーやりたいやりたいっていう子が多いと。海外すごいな。本当今のヒデさんがおっしゃるというのは本当真逆で、あのゴールキーパーをやりたいんですけど、一枠しか変なポジションがないじゃないですか。ね、だからそのやらない時間をフィールドプレイヤーで潰すじゃないですけど、本当そういうみんなまずはゴールキーパーをやる時間を一番に考えてっていう発想が、僕はオーストリアはあったなっていうふうにスクールを見てすごい感じました。だから先生がね、ゴールキーパー翼って漫画書いてたら違ったんですけど若林って、ね、だからどん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 、まあ、ご自身としてキーパーの魅力伝えていきたいということで、こういう企画発足したということですか。そうですね。で、あの本当今あの先生のキャプテン翼の話が出たので、はい、あの僕それでその後ポルトガルに行った時に、はい、ちょっと自己紹介で、まあ、半分冗談でベンジですって紹介したんですよ。したら食いつきが本当に良くて、やっぱりその向こうではあのタイトルがあのちょっと皆さんご存知だと思うんですけど、あのオリベル・リベンジっていう風なタイトルで向こうではやってるので、だからそういう意味でもあの本当ゴールキーパーのところで日本人のゴールキーパーイコール若林君っていうところが定着していて、最初自己紹介でベンジですって言ったら食いつきがすごくて、そこから最後まで僕のことベンジって呼び続けて、2年間ぐらいポルトガルにいたんですけど、ずっとベンジって呼び続けてた選手もいるぐらい。でもしっかりと掴めたんですね、ボールもあと気持ちも2つの意味で。これだからあの国によっては翼と岬だったりするんですよね。でもやっぱりこのそれこそ
ベンジと、まあ、翼なわけじゃないですか。ってことは、いかにキーパーが人気あるかってことですもんね、本田さんね。はい。本当そこはやっぱちょっと日本と、まあ、やっぱり捉え方が違うというか、やっぱ本当ゴールキーパーの地位っていうのと、あとはまあ評価の部分っていうのも、うんうんうん、よりこうシビアに見られるポジションというか、簡単なボールは簡単に止めれないとやっぱ評価してもらえないですし、例えばいくら日本でいうようなまあファインセーブっていうんですかね、こう横飛びで綺麗に飛んでっていうセーブをしても、うんうん、はい、それがいやいや今のはイージーだったよねっていうのを普通にテレビのコメンテーターとかがこう言ったりとかっていうようなのがあるような文化がやっぱしっかり根付いています。まあ、目も肥えてるということなんでしょう。いや、そもそもね、キャプテン翼、若林君に、うん、あの専属コーチいましたよ。ね、いました、いました。三上コーチ。いましたよね。これ当時じゃやっぱ考えられないし、まあ相当な財力がない子じゃないと無理なんですけども。お金持ちでしたかね、若林君。どういった発想で、若林にはキーパーのこの専門のコーチつけようって思ったんです。40年前ですよ。いや、そうなんですよ。はい。やっぱり、あの、当時も、僕はちょっと分かってたというか、あの海外と日本のゴールキーパーの差っていうのが、ま、真逆だっていうのを、まあ、情報はあったんで。逆にそうか、何情報なんですかね。でもそうか、やってないからこそ調べたりしたんですよね。はいはいはい、なるほど。なのでやっぱり海外はそういう基準でなってるってことは、日本もそうならないと強くならないなと思ったので。40年前にそれお気づきだったってことですよね。そうですね、はい、すごい。じゃあなんでストライカーコーチはないんだろうね。ってなりますね。また今日気づいたこともありますけども。いやでも、あの本当三上コーチもそうですけど、ああいう方がじゃあ海外では権田選手普通にいらっしゃるってことなんですよね。やっぱりあの特に海外って感じではゴールキーパーの子供はゴールキーパーをやるっていう文化結構あるかもしれないです。でお父さんがその子供に本当専属も本当三上さんのような感じで、はい、あの専属コーチのような形でやっぱやってる子供っていうのは結構多かったですね。だからお父さんはゴールキーパーの子のお父さんはゴール裏で自分の息子をこう教えるみたいな、結構模型としては多かったですね。なるほど。いや、武田さんから見て、うん、現在のそのゴールキーパーの、まあ、質も含めてですけど、武田さんの時代と比べて、いや、昔は守備だけっていう感じからもうビルドアップからね、うん、ボールも跳ねたりするからね、うん、そうやってキーパーの守備範囲も広いですし、はい、やらなきゃいけないが前2つだったら4つ5つ6つどんどん広がってきますし、はい、そういう中でなかなか今大きくてね、技術もなきゃいけないとかいろんなこう幅広くなってきて、うん、特に J リーグの方、外国の方多いじゃないですか、うん、最近キーパー、はい、だそういう意味ではこういう日本のキーパーを普及していくっていうのはすごい大事なことだし、うん、だそういう意味ではより難しくなったりスペシャリストのキーパーコーチっていうのが必要なのかなって思いました。で僕は南米だったんで、うん、南米はどっちかっていうとキーパー散らべるとパラグアイだ散らべるとか、まあまあ足元ね、派手な方が派手なこう見せる方だったんですけど、やっぱヨーロッパのちゃんとしたこう、ね、組織だったりそういったの大事かなと思いますね、キーパー、まあ、はい、でも権田選手今はもう、まあ、10年前ぐらいだったらその、ね、サイドバックから攻撃の起点だって言われてましたけど、今もうキーパー足元できて当たり前で、キーパーから攻撃始まってますよね。本当もうおっしゃる通りで、僕自身もやっぱそこの部分はもう今本当向上しようと思って一生懸命やってるところなんですけど、やっぱこうゴールキーパーがビルドアップできるチーム、まあ、今年だったら特にあのマリノスなんか本当そうなんですけど、うん、高岡選手っていうゴールキーパーが本当あの高い質のボール後ろから配球してるので、やっぱそういうところは僕もあの参考にさせてもらって、自分がから攻撃を始めないとやっぱ第一歩目っていうところでの役割を果たせなくなっちゃうんで、そこはすごい今、まあ、武田さんおっしゃられた通り、まあ、まで僕はやっぱ止めることが第一だなって思ってるのは当然あるんですけど、ただやっぱチームをよりこう高いレベルに持っていくためにはそういうところもやっぱ必要にはなってきてる。そういった実際の経験を子どもたちに教えるんだから、うん、そういうことですよね。リアリティあるし、ね、若い時代からそういうのを教えるとね、本当に生きた授業、ね、生きた教科書ですよね、うん、そういう取り組みが今までなかったことを権田さんたちが今スタートさせてるっていうところが、またあの新しい、ね、取り組みかなと思いますね、はい、あのそして今回ワンゴールキーパーに参加されている各チームのゴールキーパーの選手の皆さんにアンケートにご協力いただきました。ありがとうございます、はい、その項目からいくつかお答えをご紹介していきたいと思います、はい、まずはゴールキーパーについてもっと知ってほしいと思うところはという質問に対してです。はい、はい、ザスパクサツ群馬の富山啓太選手です、うん、相手の選手がシュートを外したキーパーのナイスセーブで終わらせるのではなく、うん、今のはキーパーのポジショニングがこうだったからシュートを外したなど、もう一歩深いところまで見ている方には知ってもらいたい、なんで今のシュート外したのだろう、
考えてもらえるだけでも嬉しいと。これいかがですか、権田選手。これは僕もよくね、メディアだったりで媒体で見ていて、はい、本当ゴールキーパーに対するところの、まあ、例えば僕が一番感じるのはゴールキーパークロス出られませんでしたっていう、ありますね、実況がすごい多かったりするんですけど、え、今の出なきゃいけないボールだろっていうのをやっぱ見てる方はそういうふうな認識になってしまうと思うんですよね、はい、あと逆にこう正面のボールをキャッチできたボールを弾いてしまったのに対して、いやゴールキーパーナイスセーブでしたっていうふうにおっしゃれるのがすごい僕は多いと思っていて、こうもう少し解説の方とかもやっぱそこは分かってもらえたらなって思う時はたくさんあります。いやだからこの入らなかったその2つ前ぐらいのポジショニングがあったからこそとかね、実は、はい、切ってるから打たれなかったんだ、これはキーパーのっていうのはやっぱり我々は分かるけども、やっぱり見てる方が分からなかったらね、そこは優しく解説していただきたいな。清水の解説してる人はちゃんとねそういうところをちゃんと勉強してくださいねみんなね、はい、耳が痛い方もいらっしゃる、はい、勉強しないといけない、ね、ちゃんと、はい、いいぞ、いい意見ですよ、はいはいはい、さあ続いても来てますよ、うん、続いてはファジアーノ岡山の金山純喜選手です。もっと知ってほしいことはキーパーに求められることのハードルの高さ、ポジショニング、シュートストップ、ビルドアップ、ハイボール、戦術などなど、まあ、たくさんあると。これは先ほどは出ました、ね、おっしゃってました、ね、僕もハイボールのね、こう飲む方は得意なんですけどもキャッチャー苦手なんですよ。これ権田選手いかがですか。もう実はゴールキーパーのプレーってよく切られてしまってるプレーが多いっていうのが僕はここの部分ではすごいあって、特にこの今ビルドアップっていう話があったんですけど、本当に僕も例えばそういうまあ、世界的にも日本でもこう見るときにやっぱゴールキックの蹴るシーンってハイライトで消されちゃってる時が結構多かったりとか、そのゴールキーパーがセーブしたところとかそこからのビルドアップの一歩目どういうとこ選択してるって結構実は見ると面白いところなんです。いやそうですよね、そういうところを結構そのシュートを外したシーンをハイライトをやってるために見れないところっていうのは結構多かったりして、そういうところはまあ確かに難しいんですけど、やっぱ実はそこからゴールが始まってんだよとかっていうところは、うん、やっぱこのゴールキーパーの選手はこう実は結構難しいことにチャレンジしてるところもあるので、うん、できたらそれとかちょっと見てもらえたらなって思ったことは、ゴールキーパー TV とか本当絶対受けると思うんだ。だからワールドカップのベルギーのカウンターの時にキーパーが取ってどういうふうに投げたとかポジショニングとか、はい、あの14秒間ですよ ね、うん、本当におっしゃる通りです。多分あれをもしかしたらハイライトでゴールキーパーがキャッチするところを切って、はいはい、その後から流しちゃうことも多分あると思うんですけど、本当にあそこゴールキーパーから始まったんだよっていうのを分かってもらうだけでも、あ、こういうプレーの選択があるんだって。僕もあのシーンを見て、うん、実際今シーズンにヴィッセル神戸とアウェーでしたときに、うん、同じような形でキャッチしてカウンターにつなげたシーンがあったんですけど、うんうん、それはまさにあの時のクルトワ選手の、まあ、日本はやられてしまったシーンなんですけど、あ、こういう風なボールを配球するとチャンスになるんだっていうのを実際に自分も見てそこから学んだところだったので、だってクルトワ選手が取った瞬間からもう始まってるってことで、もう5人の選手が一斉にこう走り出しましたもんね、あそこベルギーはね、はい、そこはいいです。これいい提案。これ面白いね。キーパー目線で映像編集してもらって今度見てみたいですね。うん、ぜひ。面白いですね。権田選手あと2時間付き合ってみたいですね。めちゃくちゃ面白い。面白いね。でもなんかこういうゴールキーパーに特化するコーナーってなかなか、ね。先生これ面白い。聞いててやっぱ本当、ね、理にかなってるなと思いましたね。うん、そうですね。そういう。チャンネルがあってもいいかもしれないですね。なんかね、面白いですね。さあそしてもう一つこんな質問にも答えていただきました、はい、今ゴールキーパーとして頑張っている子どもたちに伝えたいことは何ですかと、ザスパクサツの群馬、富山啓太選手に答えていただきました、はい、ゴールキーパーは絶対に試合練習を含めて失点することの方が多いポジションです。そこに対してネガティブな気持ちにもなるし周りもそうさせると、だからこそ何点も決められたけど一本止めたというその一本を自分の中で本当に大事にしてほしいですし自分を褒めてあげてほしいと。どうでしょう権田選手。やっぱり僕は褒めて伸ばすのはゴールキーパーにとってすごい大事なことだなって思っていて、やっぱりこう僕も学生時代からいろんな指導者の方だったりとか、まあ、逆に自分と対戦相手の指導者の方とかを見たりしていて、やっぱそのゴールキーパーに対してこう厳しい言葉をかける指導者の方ってやっぱ多かったりするんですよね。でもやっぱそれってこう選手にとってはすごいこう辛くて、こうゴールキーパーって本当責任のあるポジションなの で自分だって失点したいと思って知ってるわけじゃないですし、本当全力を尽くしても失点してしまうことはやっぱあるので、やっぱそこは僕は、まあ、当然気が抜けたミスだったりとかっていうのは、いや今のはだ
ダメなんじゃないかっていうのはもちろんありだと思うんですけど、やっぱり、まあ、よく聞かれるのが、なんで今の止めれないんだとか、やっぱそういうこうちょっと言われてしまうと選手も、わあ今の止めなきゃいけなかったんだって自信を失ってしまうことにつながってしまうので、うんうん、逆にその1本止めたら、いや今の良かったじゃん、じゃあ次ももっと止めてみようよとかって声かけをどんどんしてもらえると、やっぱお子さんとかだったら特にその気持ちよく張り切ってできると思うので、そういうところはまあもし可能だったら皆さんにやってほしいなっていうふうには思ってます、ね、だってうちの相方だって芝刈り機ブイーンで27年間元気にやってますからねあとどんなに滑ろうがいいんですよ、それで褒めてあげてください褒めて伸ばすと、はい、はい、さあそして FC 岐阜の松本拓也選手にも答えていただきました、はい、辛かったり罵られたりすることの方が多いのかもしれないけど、乗り越えて続けていった時に見える世界が格別ですよ。そうなんですか、うん、別ですね。僕は、すいません、武田さんがいらっしゃるところで言うのもあれなんですけど、はい、ゴールキーパーの方がフォワードよりも面白いんじゃないですか。おぉなるほど。それはどうしてですか。なんか僕は、やっぱり、こう、責任って、うん、それを達成した時の、やっぱりこの達成感だったりとか、うん、そのやっぱ、気持ちっていうのはやっぱ格別だなっていうのは、やっぱいろんな試合を経験して自分も感じていて、特に今、まあ、エスパルスの試合も当然そうですけど、日本代表の試合とかで本当にしっかりそこで責任を果たして無失点で終われた時とかっていうのは、うん、本当にまあ、当然満足してはいけないですし、うん、ゼロで抑えても次点取られたらまたそれが自分の中でモチベーションになるっていう良さもあるんですけど、うん、やっぱゼロに抑えられた時のその満足感だったり達成感やっぱ格別なので、やっぱそこはもうそこと逆にそこがモチベーションというか、それを求めてずっとやってるようなところはあるかもしれない。そうだよね。いや、僕はキーパーできないなと思うのは、1回のミスがもうね、全部責任にいろいろ言われて、フォワードって1本、2本、3本外しても1本決めればわーってなるじゃないですか。そうですよね。その辺の中でね、ただ、僕聞きたかったのは、なかなかチームの調子もね、良くなかったり、失点しらどうしようもない時あるじゃないですか。シュートなんかも、ファインシュートだった時に。そういった時に、どうキーパーの気持ち、をこう切り替えてやっていくのってすごい難しいなって、僕、今シーズンもね、いろいろ見させていただいたんですけど、ね、そういうの本当どういうふうにやってんのかなと思って、気持ちの面で。僕は、まず、まあ、開始1分で失点してしまうことも当然ありますし、ただ、まあ、もしそれが自分のとんでもないミスで失点したとしても、やっぱその試合は、やっぱそこで終わらない、うん、V ゴールではないですし、なのでまず試合中は僕はその90分間とにかくどんなミスをして失点しても切り替えて勝つためにやっぱそこはしっかりっていうのをまずは大事にしていて、うんうん、で、まあ、よく皆さんにいや今のはノーチャンスだよねって言われることがあるんですけど、うんうん、僕はゴールキーパーの、まあ、失点シーンでノーチャンスっていう言葉は絶対に使わないようにしていてっていうか、うん、本当に思ってなくて、うん、それはなんでかっていうと、もしフリースローみたいなルールがあったら、うん、まあ、ノーチャンスがあるかもしれないんですけど、うん、PK であってもやっぱ僕らって止めるチャンスを与えてもらってるので、うん、で急にゴールの大きさが変わるわけでもないですし、うん、ゴールが移動式なわけでもないので、じゃあ練習で例えばゴールの角、クロスバーとポストの角にシュートが来ても、やっぱそれって止めれるんですよね。ただそれが試合になった時にそれが止めれないっていうのは、何かしらの戦術的なのか技術的なのかポジションなのか何かのミスがあるから失点してしまうっていうのが僕の持論であるので、だからやっぱりその失点してしまったことに対する悔しさは試合中も当然あるんですけど、そこは試合中はまずはもう次のその試合とにかく勝つことをするために次失点しないことを考えますし、もうどんなにファインゴールと言われたゴールであっても、もう試合が終わったらもう今のはどうしたら止めれたかなっていうのを考えて、また次の練習から励むようには僕はしてます。すごいね。哲学を感じますよね。なかなかこの今インタビュー聞けないですよ、今の言ったことね。もうキーパー できれば武田さんオンラインで、権田さんこっち来てほしいな。いや。深いね、キーパー今のコメント。聞けば聞くほどですね。奥が深いし、ゴールがないですね。うわぁ、痺れますね。痺れますね。ちょっと質問も一枚いきますか、はい、権田選手に質問です。日本のゴールキーパーは世界に通用しますか、もしまだまだでしたらどのくらいの差がありますか、まあ、どういう差がありますかと、あまりゴールキーパーの方が世界で活躍しているのをニュースで聞きません、そのあたりどうでしょうか、いただきました。まず、まあ、僕自身今現状が本当そうなんですけど、やっぱヨーロッパっていうのはこう世界のトップオブトップの選手が集まる場所っていうのがまず絶対的じゃないですか、うん、で僕自身も本当そうですけど、やっぱそこで
じゃあ、まあ、皆さんがイメージするのは、じゃあ、プレミアリーグ、イングランドプレミアリーグだったり、じゃあ、セリエ A、リーガ・エスパニョーラ、フランスリーグ、まあ、フランスリーグは今、川島選手がいますけど、ブンデスリーガとかっていうところで、やっぱり今、プレーしてる選手がいないっていうのは、純粋にまだ足りないっていうことだと思います。うん、で、それは分かんないです。じゃあ、そもそも、じゃあ、語学面なんっていう、そもそものハードルがまずあったりとか、じゃあ、身体的に、ちょっとサイズ的にやっぱ、日本人は、少し、まあ、優れてないとは言わないですけど、僕187センチあるんですけど、ヨーロッパ行ったら全然小さい方ですし、っていう、でも日本だったら大きい方、やっぱそういうところの、まあ、身体的な問題もあるかもしれないですし、そもそもまあ文化というか歴史の中で、やっぱまだまだその、今本当、そのためにこの活動を始めたのもあるんですけど、やっぱりあのゴールキーパーっていうものの正しい、認識というか知識というのをやっぱ皆さんがやっぱまだ持たれてない状況っていうのもやっぱまだまだあるので、うん、やっぱそういう意味ではまだ全然遅れてる部分はあると思います。ただ僕あの一緒に本当今、日本代表でやってる谷選手だったりっていうのは、うん、僕正直ヨーロッパでプレーしても、はい、あの活躍できる可能性っていうのは全然あると思ってます、うん、それは今 J リーグでプレーしてる、まあ、鈴木財雄選手もそうですし青木選手もそうですし大迫選手も本当若いゴールキーパーの選手たくさん今出てきてるんですけど、みんな可能性はあると思います。ただやっぱり僕が結局最後大事なのは、本当いかに自分の実力をそこで発揮できるメンタリティを持ってるかっていう部分が、あの本当に大事で、やっぱそこの部分っていうのは、あのやっぱり日本人の選手っていうのは少しこう甘さがまだあると僕は思ってるので、正直うん、そこの部分をもう自分で乗り越えることができたら、僕はあのそれこそチャンピオンズリーグに日本人のゴールキーパーがプレーする日も遠くないんじゃないかなっていうふうに僕は思ってますし、僕自身もやっぱそこを目指してずっとやり続けております、うん、すごい、すごい日本代表のやっぱ守護神の言葉の重みといいますか、ここからまた変わってきそうですね、本当に日本のゴールキーパー、キーパーを目指している子どもたちにこれ全部ねしっかりとこう伝えたいですね、これね。あのちょっとお時間の方も来てしまいますけども、あの権田選手、あのキャプテン翼を、ね、かなり熟読されてということで、あのちょっとお時間ない中ですけども、高橋先生なんかね聞いてみたいこととかお伝えしたいことございますか、はいはいはい、せっかくですので。今それこそ継続して見続けていて、僕単行本派なので今あの単行本で見てるんですけど、ちょっと いや高橋先生に聞きたいのはこの先の展開どうなるのかっガチのファン、みんな聞きたいやつ、みんな、はい、でも僕本当あの小学生の時にあのワールドユース編がちょうど僕は小学生の時にやっていたのでだからずっとそれをあの買って青い信号とかあの辺からずっと見て、はい、であの高学年の時はあの図書館のビデオルームであのジュニアユース編ですかね、はい、フランス大会の、はい、とかをずっと見たりしてて、あの本当にお世話になってますっていうのを本当にあのお伝えしたかったです。ありがとうございます。ちなみに青い信号のモデル誰だか知ってます？え、知らないです。北沢剛さんです。そうなんですか。そうなんですって。まさかのちょっとなんか夢壊れてる。でも本当好きなんですね。はい、もう本当に僕今じゃ逆にちょっと今テンパってます。びっくりされてる。ファンになっちゃってますね。どうしよう。いや、シンプルにただのファンです。僕いやでも先生どうですか、今日権田さんのこう、まあ、メンタリティとかいろんなお話を聞いて、これからまた例えば漫画に生かされたりとか。名言でしたね、あのキーパーノーチャンスはないっていうのは。いや本当ですね。これ漫画でも使えそうな。わあ、それいいですか、使用許可。使ってください。したら逆にあのワンゴールキーパーはあの日本人の全ゴールキーパー入れるんで、あの若林君、若島津君、ああ森崎君も入れてもらってもいいですか。いいですね。あら、いいですね、先生。協力し合って、はい、あ、よろしくお願いします。また新しい取り組みが。そう、はい、3名追加されましたね。広がっていくんですよ、上に。中西君ももしよかったら。ガチファンだから。いやでも本当にあっという間にお時間来てしまいました、はい、あの最後になりますが、権田選手から今ゴールキーパーとして頑張っているサッカー少年のアドバイス、そしてファンの皆さんに一言お願いできますか。はい、まあ、ゴールキーパーってこうイメージ的にはやっぱ痛いとかちょっと辛いとか怖いとかってイメージ強いと思うんですけど、僕やっぱりゴールキーパーをそういう辛さとかを乗り越えた先にはやっぱり喜びとか楽しさとかがたくさんあると思います。だから今やられてるお子さんとかは
まずはもう本当楽しんでやってもらえたらなと思いますし、もし自分の周りにゴールキーパーがいるサッカーファン、サッカーサポーターの方がいるんだったら、やっぱそういう子たちっていうのを本当に、ゴールキーパーって痛いんじゃないのじゃなくて、あ、すごいね、本当責任感あるポジションみんなやってるんだねっていうふうにどんどん称えて、上げてほしいなと思います。で、僕自身もそういうゴールキーパーやられてる方がよりいい環境でできるようなところっていうのはできる限り努力して作っていきたいなと思ってるので、まあ、それ本当に日本のゴールキーパーファミリーというか皆さんで、うん、ゴールキーパーがより、いい世界を作っていけたらなと思うので、これからもよろしくお願いします。今日はありがとうございました。いやー、本当にお忙しいところありがとうございました。どうぞお怪我気をつけて、これからも素晴らしいパフォーマンスで我々感動させてください。ありがとうございました。ありがとうございました。お話を伺いしました。